こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。フリーカップ、この大会ワンマッチのみの対戦となります。今シーズンこのスタートの切符をしたいところ、お互い初戦で負けるわけにはいきません。もう間もなくキックオフとなります。さあ、前半のキックオフです。今日の両チームのフォーメーションです。ホームチームは433のフォーメーションです。ワールドクラスの選手が揃う非常に優れたチームです。対する相手チームは433のフォーメーションで対抗します。デロッシがパスカット、左から攻め上がります。ジョイディ・アルバがパスカット、相手ボールになります。左へ抑え、監督から指示を受けマンマークに専念します。ボールを奪います。両チームがお互いの様子を伺っているようにも見えますが、左に出しました。ボールが奪われました。突破していく、フンメルスからムニエ、ムニエからカレフ、ダンピッチ、彼の得意なパスで相手の裏をつけるか。左へ送りました。右へ送る、これが止まる。ボールを受けます。ハイボールをクリア、ボールを奪われます。トラップ、エリア前で非常に強固な壁を築いています。ボールを奪われます。周りを見て、このボールを、ボールを奪います。このボールをペナルティエリア前で非常に強固な壁を築いています。さあ、前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。シートを出るか、引き続き注目していきたいと思います。さあ、もう間もなく後半です。主審のホイッスルで後半がスタートしました。前半リードで折り返し、後半はどんな戦いになるのか注目です。ボールを取り返す、中央から
ク、クロス、サイドに出しました。前へ、バック、キープ。どこで仕掛けるか伺っているようにも見えます。ダイレクト、ゴールキックになります。さあ、交際になります。下げます、サイドに出す、ボールを受けます。右へ、あって、これはキーパー、押さえて、ここで取り返す、相手ボールになります。ミリクがキープ、左にバントラップ。さあ、前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。右に出しました。もう後がありません。あーっと、PK です。緊張を使っています。決まった。ここで失点してしまった。この失点、選手たちにどう声をかけるか問われます。狙い通りの攻撃でした。後半36分、ここからどういった試合展開になるでしょうか。このマンマークで相手をどこまで封じられるか。左へ送りました。中央へ送って、ダイレクト、決めた、素晴らしいゴールでした。ダイレクトの押し込み、得点する形となりました。まずはここで交代のカードを使います。後半41分、この試合の行方はどうなるのでしょうか。この位置でボールを奪う、持っていく、右へ、ボールを奪われます。前へ振りました。さあ、アディショナルタイム、これが最後のプレーとなるのでしょうか。つながりません。トラップ、ジョルディアルバ、キャプテン、どこで仕掛けるか伺っていく。それではそろそろお別れの時間です。